その日髪型変えたら朝までに気づいてよね。その日靴選びも手伝って OK。 その3、私がおしゃべりでもうるさいって言うのは禁止。わかったら言葉にも出しましょう。大好きって別にわがままなんて言ってないんだから。でもね、次はお姫様だとにチャレンジね。世界で一番お姫様、君の目にねえねえ、私はちゃんと映ってる。私と君は二人で一人舗装をするわよ。なんだよ、好き勝手嫌がって。できそうですね。あ、次俺の番だから。ダメ、私まだ早く倒れてな。ちょっと若干数えきれないほどあるし、文句を言わない日ないし、それも俺の話全然聞かねえし。ったく、ま、でもほら、無垢な笑顔とか俺呼ぶ声とか嫌いじゃない。うるさいな、ほっとけよ、黙ってろ。姫様はさ、別にわがままだとは思わないけれど、だけどたまには俺にも優しくなりませんか。忘れないよ。お姫様との思い出だした。忘れ